こんにちは、萌です。今回はいきなりこんなラーメンの動画から始まりましたが、ここはですね、羽田空港にあるラーメン取り出し屋さんの、ラーメンです。なぜかというと、今回はですね、私は愛知県は常滑に壁画の出張に行ってきました。なのでね、今回その動画にしたいと思います。で、今回の場所がですね、この中部国際空港からもう一駅のところでの現場だったので、飛行機で向かいました。片道ね、1万1000円ぐらい、結構直前に撮ったんですけど、平日だったのでこれぐらいの値段で行けました。新幹線で行くよりね、安かったです。私が行くところがですね、ここの駅なんですが、リンク常滑駅というところです。で、この駅もね、夜だったので誰もいませんでした。空港から2分ぐらい、電車で1駅2分ぐらいで着いたところの駅の横、真横ですね、こちらのホテルに泊まります。これがですね、 J ホテルリンクという名前のホテルでした。で、この周りにはですね、ここぐらいしかホテルがなかったので、私はね、現場に歩いてすぐ行ける場所が良かったので、ここに決めました。ここは1泊8000円ちょっとだったと思います。ビジネスホテルにしてはね、ちょっと高いかなっていう感じなんですけど、安いところだったらね、3、4000円で泊まれたりもすると思うんですが、私はですね、現場に入るときはとりあえず現場に近いところを優先で取ります。移動がね、無駄になるので、なるべく歩いてすぐ行けるところにいつも撮っています。ね、ここでチェックインをしてお部屋に到着しました。こんな感じですね。着きました。まあまあ綺麗、絵が飾ってあって、まあまあ広い。スーツケースを置いてもこんな感じ。テーブルがあって、ですね。こんなちょっと 家っぽい感じ。ドアがちゃんとついてる系の。そして、そっか、浴室と分かれてる。いいですね。こんな感じです。で、あとこれをもらいました。なんかドリンク、ウェルカムドリンクのサービスで。なんかもらえるそうです。後で行ってみようかなと思います。なんかすごいね、休憩場所みたいな、ランチメニューとかある。電子レンジコーナー、ありがたい。お菓子も売ってる。しかも値段が優しい、100円。これを使います。それでちょっと、もうボロボロ。よし。はい、ということで、暗いね。着きました。はあ、疲れた。ということで、今ですね、夜のもう何時だ。あ、でもまだ8時過ぎだ。でもだいぶ疲れちゃいました。なのでご飯ももう食べたので、お
風呂に入って寝たいと思います。そして明日から仕事を頑張ります。おやすみなさい。おはようございます。天気がいいですね。今回はここミンクとこなめ駅からめっちゃ近いところで仕事です。今回はねこのイオンモールで仕事をします。歩いて徒歩1分って感じですね。いいホテルに、立地がね、ホテルここが一番近かったからここにしたけど正解でした。よし、では行ってきます。で、夜ご飯はですね、結構遅くなったのでとこなめのれん街というこのイオンモールの中にあるところで食べようと思います。で、まあ、どこでも食べられるものだとなぁと思ってここにしました。なんかね、鮮魚店って書いてあったのでここにしたんですけど、私も結構島根出身なので結構ねお魚には多分うるさいんですよ。で、今回のメニューはこちらです。ひつまぶし丼とお刺身のセットにしました。なんですが、ちょっと感想はねあんまりちょっと言わないでおきます。このひつまぶしの丼についてだけ言うと、ちょっとね薄くてちょっと固めだったかなっていう感じです。前に名古屋でひつまぶしを食べたんですけど、その時の方が美味しかったなって思いました。で、お昼にですね、ここ同じお店で実は、エビフライを食べたんですよ。で、なんかエビフライが有名だったので、すごい大きいエビフライね、もうなんか直径5センチぐらいある太さのエビフライを食べました。それはね美味しかったです。で、私は一人で外食をするのが苦手なので、外食するときはねもうパパパッと食べて、もうチャチャッと食べて帰っちゃいます。なのでこの時ももうすぐ、もう来たらすぐ食べてすぐ帰りました。で、もう一泊 J ホテルリンクに泊まってですね、次の日、確認をして帰りました。で、帰りは電車で名古屋駅まで行って、名古屋から新幹線で帰ってきました。というのも羽田と名古屋の便がですね1日1便ずつしか出てなくて、名古屋から出る便が朝の7時とか8時とかそれぐらいなんですよ。なのでそれ以降になってしまったので、今回はね新幹線で帰ってきました。はい、ということで今回描いた壁画の方もですね、もちろん動画にする予定ですので、そちらも見てもらえたらと思います。そしてもし常滑のイオンモールに行く機会があればですね、私が描いた壁画がありますので、ぜひぜひちょっと遊びに行ってもらえたらなと思います。ということで、また次の動画で。バイバイ。